明日のために今頑張るっていうのを続けてたら、まあ、はっきり言ったら今67年ですけども今に至ってるという感じですね。あんまりこうずっと先の展望はないですね。とにかく明日の締め切りを頑張ろうという形でずっと続けて、自転車をずっと漕ぎ続けてきたと、足を止めたら倒れるような人生ですからね、もう止めないで今までずっとやってきたということです。僕の場合はですね、まあ、仕事もちろん生活のために仕事をしているわけですけども、たまたま漫画というのがですね、まあそのまあ、お金を生む職業であるわけですよ。ただこれがですね、この漫画がいくら書いてもほとんどお金にならない職業だったりする。例えば昔の紙芝居屋さんの紙芝居の絵描きさんとか、多分あんまりお金にならなかったと思うんですが、そういう漫画がそういう職種だとしても僕は続けてると思います。つまりお金の高ではなくて、自分が好きかどうかっていうことで選んでますんで、漫画はもう本当に僕にとってはまあそうですね、空気みたいなもんですかね。一緒にもう自然にもう自分の体の中に入っている。どんなに辛くても、どんなに収入がなくても、やっぱり漫画家になっていると思いますね。